どうも、キングプリンス大好き、舞子です。今日はですね、岩橋元気くんが出演いたします、クロスボリューム2っていいのかな音楽フェスティバルなのかなちょっとね、私自身もあんまり把握しきれてないんですけど、そのライブの登録発表日。これはいつもと違ってさ、岩地だけ出演するライブじゃなくて、いろんなアーティストさんが出演される中での抽選なんで、 もう当たる可能性はね、めちゃくちゃ少ないと思うんだよね。他のアーティストさんのファンの方々もみんな応募するわけじゃないですか。だからさ、もう本当に私が結構岩ちの引きが強いなってずっと思ってるんですけど、今回ね、どうなのかちょっとわからないなーなんて思いながらドキドキしております。ちなみにこのクロス。もう1回目が1月の2日に行われたらしいんだよね。今年の2023年。 多分それが成功されて2をやるんじゃないのかなどうなの <laughs> <laughs> このクロスっていうフェスは韓国を中心にアジアから世界を眺望し飛躍するアーティストがアーティストが一堂に会するクロスってこと ?2023 年1月2日のバンテリンドーム名古屋の初開催を皮切りに 国内外で活躍するあふれる才能が交差するクロスことでさらなる輝きを放つ最高峰のエンターテインメントをお届けしますっていうやつらしいとにかく私の解釈の中ではこれからどんどん活躍するであろう日本や韓国のアーティストに出てもらおうっていうフェスティバルなんじゃないかなっていう、まあ、そこにね岩地も名を連ねたということですよね すごいよね。一旦ね、岩地出演おめでとうございますだよね。あ前回はセブンオーダーが出演してるんだ。セブンオーダーって言ったらさ、キンプリちゃんたちがジャニーズジュニアの時に一緒にジュニア時代を過ごしてたラブトゥーンっていうグループの方たちじゃないですか。方たちなんですよ。初の日本人アーティストとして前回出演されてるんだって。で、その枠が今回、岩地ってことなのかな あ、でもそういうわけでもないか。だって日本人の人全然出るもん、いっぱい。ちゃんと嘘ついたわ <laughs>。いわちの他に、超特急、ワンエンオンリーリルリーグフロムエグザイルトライブで、韓国から、オンリーワンオブウィークリーの6組。あー、あとイーハイフンとブランキーも出ます。だから全部で8組か。結構イーハイハフンに時間割いてくれるみたいな感じっぽい。 ええ、なんかこれ、出演する今ちもさ、緊張しそうじゃないだから私たちフェアリーが参戦して、安心させてあげたいっていうのがすごいあるけどね。ただ、抽選が当たるのかっていうのと、チケットがマジで高い。あ、待って !30 ぐらいに到落出ますみたいなことは言ってたんだけど、今確認しようかなって思ったら、メール来た。えー、待って、怖い怖い怖い。見ますね。 いやーなんかでもダメなんだよ私なんか欲深くなってるときダメなの。これ全員来んの全員結果発表あるの外れして,てもあるちょっとなんか思わせぶりしないでほんと。これ結果来てるから当たってんじゃないとかちょっと思いがち。ちょっと見ますよ。ほんと見ますよ。突きされたんだけどやば すごくないやばそんなことありますああでもあれだ SS じゃないわ S 席だわち以外のアーティストさんも来るんだよねやだー私一人ぼっちでドキドキしちゃうやばいじゃん今月だよ2月25日土曜日今月わちに2回いや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 3回会える やばいね。私なんかやばくないなんか、怖いんだけど。え、応募してる人少ないとかじゃないよね。びっくりしたわー。すごいね。すごいね。とか言って、一言みたいに言っちゃってるけど。また参戦できるっていう。<laughs> びっくりー。また新しい刺激をもらいに行けるのかなーなんて、思って。 楽しみに行っていきたいと思います。ちょっとほんと不安だから、同じ参戦されるフェアリーの方いらっしゃったら声かけてください。なんか、雨になりそうでドキドキしないいやーでもびっくりしたまた新しい環境というか、そういうものを岩地によって経験させてもらえるみたいな気持ちで参戦しようかなって思ってるし、もともと私結構 K-POP 聴いてた人なんだけど、 キングプリンスと出会ってしまってから全て金プリになっちゃったんで久しぶりに他のグループのパフォーマンスもね楽しんでこれたらいいかなって思います毎回言ってるけど本当に推しがいるって世界が広がるよねもうそれだけで本当推しの存在って感謝しなきゃいけないなって常に思ってるもう一瞬で到落結果が出たからさなんかすごい短い動画になっちゃいますけどまたあさってもね2月13日 イマチワンダーワールドインホワイトチョコレート参戦しますので、その際もぜひ私きっと一人で寂しそうにしてると思うんで、声かけてください。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします